前回までのあらすじ。激しいドラゴンとの戦いの末、俺は伝説の剣パスティーナを手に入れた。伝説の剣のおかげで魔王の城にいた悪い奴をボッコボコにして、それで友達になってお姫様返してくれるっていうことになってね。すっごい綺麗なお姫様が出てきて、そしてお姫様と俺は。違うだろ、お前とアイスランドがゲーム上で迷子になってただけだろ。不明、そうだった。ドイツ、このゲームお姫様出る？確かそういう機能はマニュアルには載ってなかったはずだが。まったく。まあ時間ができ次第連絡、集合するぞ。アイアイキャプテン。ここはヘタリアファンタジア。世界中の人が集い、おとぎ話のような美しい世界で冒険をすることができる、まああえて言うならごくごく普通の、特に目新しい点もない普通のファンタジーオンライン RPG。 大幅アップデートにより南の島ビクトリアが冒険できるようになりました。皆さんもぜひ南国気分を味わってくださいね。そして今レベルを50まで上げると動く自由の女神像が使えるようになるカードがもらえるぞ。ああ、あのひどくパソコンがガリガリ言う伝説の技ですね。そうだよ、パソコンの限界をスマートにスルーした豪快な技だぞ。それを皆さんが使えるようになるのですね。皆さんでガリガリしてしまうのですね。そうとも、みんなでガリガリしようじゃないか。ドゥイッ。止めました。私は企画段階で止めていますからね。というわけで皆さんもヘタリアファンタジアの南の島にてガリガリ体験なさってくださいね。そうさ、みんなもパソコンの限界に挑戦しよう。あ、いやー、お前ら私のパソコンいじめる気あるか。ヘタリアファンタジア3。前回の冒険でイタリアさんがレベルが上がりに上がったドイツさんと日本さんと合流できた頃、東欧ではまた別の旅立ちの物語が始まっていたようですね。